改名後、2020年でデビューから50周年を迎える。超ベテラン演歌歌手といえば、五木ひろしを挙げることができます。五木ひろしには、1989年に和幸布子と結婚をしました。和幸布子は元女優と言われていますが、一体どんな人物だったのでしょうか。五木ひろしは、1948年3月14日生まれで年齢は75歳です。出身は福井県で、1965年に歌手デビューを果たしています。以降、数多くの名曲を世に送り出してきました。そんな五木ひろしは、1989年に女優として活躍をしていた和幸布子と結婚をします。和幸布子とは一体どんな人物なのでしょうか。年齢や顔写真、これまでの経歴について、詳しく切り込んでいきたいと思います。五木ひろしの嫁は優子は、1959年4月29日生まれで年齢は64歳です。出身は東京都で本名は松山幸子と言います。出身校は高蘭女学校を卒業しています。1982年に和田弁に勧められ女優を目指しました。1983年に放送されたドラマ波の塔で女優デビューを果たして以降、数多くの作品に出演をしています。五木ひろしと1989年に結婚後に芸能界を引退しており、現在は一般人でした。五木ひろしと和幸布子の慣れ始めどういったものだったのでしょうか。ネット上では結婚披露宴の金額が芸能界史上最高額だと言われていましたが、一体いくらだったのでしょうか。詳しく探っていきたいと思います。二人の馴れ初めは、舞台で共演をしたことだと言われています。何でも、五木ひろしが和幸布子に一目惚れをして猛アタックの末、交際へと発展したそうですよ。五木ひろしは40歳の誕生日に結婚を発表しており、和幸布子は当時28歳で、12歳の年の差婚だったと言えますね。五木ひろしと和幸布子の結婚披露宴の総額が、なんと5億円もしたと言われています。5億円ですよ。1989年といえば、平成元年で当時は派手婚が主流となっており、芸能人の結婚披露宴も、テレビ中継がされることもありました。五木ひろしと和幸布子の披露宴には、11メートルの特大ケーキが登場しました。その他にも、宝塚歌劇団を彷彿をさせるような階段もありました。まるで、コンサートのような結婚披露宴ですね。では、現在は和幸布子は何をしているのでしょうか。現在、和幸布子は五木ひろしが所属する、芸能事務所の社長をしているそうです。五木ひろしは、株式会社五木プロモーションに所属しています。和幸布子は、松山幸子名義で社長を務めていました。公私ともに旦那、五木ひろしをサポートをしているのですね。気になる夫婦関係はどのようなものなのでしょうか。五木ひろしは、夫婦の意外なパワーバランスについて明かしていました。詳しく見ていきたいと思います。五木ひろしは、和幸布子について、時には厳しく注意してくれるし、栄養のバランスに気を配ったお弁当を持たせてくれると、共済家であることを明かした上で、好きな歌を歌えるのは彼女のおかげ、と、感謝を述べていました。現在の夫婦写真がこちらです。和幸布子が共済家だったというのは意外ですね。おしどり夫婦であることがわかりますね。五木ひろしには3人の子供がいます。長男は松山大輔と言います。年齢は34歳だそうです。気になる顔写真に関しては、ありませんでした。実はネット上で、五木ひろしの長男と言われている画像は、別の人物である可能性が高かったため、紹介は控えたいと思います。では、現在はどのような活動をしているのでしょうか。長男の松山大輔は、都内の大学を卒業後に、世界最大の音楽企業、ユニバーサルミュージックグループの、香港支社に勤務しているそうです。そこで、歌手の育成に携わっているとか、さらに、
留学経験があり英語も流暢だと言います。父親としては、同じ音楽業界で活躍する息子が自慢だと言えますね。五木ひろしの次男の名前は、松山のどか新と言います。1992年生まれで年齢は31歳です。高校時代からモデルとして活動をしていました。次男松山のどか新には過去に、大学を中退したことがあると言われていますが、果たしてその真相はどうなのでしょうか。調査してみたところ、2011年頃に当時、松山のどか新が18歳でモデルとして活躍をしていた際、同じ読者モデルだった田中俊が未成年で飲酒と、喫煙疑惑が浮上しました。自らのツイッターに、飲酒、喫煙をしていると思われる画像を投稿をした際に、一緒に松山のどか新が映り込んでいたのでした。田中俊は、青山学院の学生で松山のどか新も同じ、青山学院に在籍をしていたと言われています。この事件がきっかけで、青山学院を中退をしたとか、その後、イギリスの大学へ進学をして、卒業後2016年に帰国して、画家としての道を歩み始めたと言います。松山のどか新の公式サイトには、青山学院に在籍していた記載はなく、16歳から都営し美術学校を卒業としかありませんでした。そのため、一部では青山学院に在籍はしていなかったという、見方も浮上していました。いずれにしても、未成年での飲酒喫煙問題があったということは、事実のようですね。現在は画家として活動をしていますが、どのような作品を手掛けているのでしょうか。松山のどか新は5歳から絵を描き始め、学生時代にはプロ画家を目指すようになったそうです。2017年12月に初の個展を催し、プロの画家としてデビューを果たしました。アクリル画など12点で、価格は7万から50万円で展示していましたが、即売したとか、繊細なタッチで芸術的ですね。では、気になる音楽の才能はどうなのでしょうか。残念ながら音痴だと明かしていました。五木ひろしの長女の名前は、松山かな子と言います。2011年に、ハリーポッターと死の秘宝パート2の特別試写会に親子でゲスト出演を果たしたのです。当時高校2年生で16歳だと明かしていました。今後は芸能活動をするのでしょうか。モデルとしても活動をしてもおかしくないほどスタイル抜群ですが、特別試写会のインタビューで将来は何か芸能界に入りたいかという質問に対して、いえ全然と答え、五木ひろしもありませんときっぱり否定をしていました。2017年に青山学院大学を卒業し、留学経験もあると言います。2018年からは新社会人になっていますので、一般企業に就職をしたと推測できますね。今後また親子共演を期待したいと思います。五木さんは若い頃のお写真だったり、名前を何度も改名していることを知っている。昔からのファンの方の間では在日韓国人であるという話が有名みたいですね。本当の話なのか詳しく調べてみたところ、ルーツとしてお父さんが韓国系のご出身だそうで、鉱山技師の仕事をされていたそうです。五木さん本人に限っては生まれは福井出身という話もありますが、出生されたのはどうやら京都府みたいです。出生時の五木さんの本名は、李和夫というお名前だそうで、韓国名でしたのでやはり、在日出身者であることがわかりました。その後、松山和夫というお名前に本名を改名され、日本人国籍を取得し帰化されています。これらの情報からすると五木さんが、在日韓国人だったというお話は本当だったみたいですね。先ほど五木さんの在日韓国人に関する出生ルーツに関しての項目でも少し触れましたが、五木さんは今まで5度芸名を変えられています。また日本国籍に帰化する際に本名も改名されているので、全部で 6.7 回はお名前を変えているということになりますね。現在の本名は松山和夫さんというお名前になります。年齢は70歳になられましたが、そこまで
お年を召されている印象もないくらい若々しく見えます。最後に五木さんのご自宅に関する情報を調べてみました。演歌界で長きにわたりレジェンド歌手として活躍し続けている五木さんですから、相当な豪邸といった印象です。ご自宅の住所は東京の田園調布にあるそうです。田園調布といえば多くの豪邸が立ち並ぶ閑静な一等地の住宅街。大物芸能人のご自宅も多数あることでも有名な場所で、そんな中たたずむ五木さんのご自宅の豪邸は推定7億円ほどだと言われています。ちなみに五木さんの年収は約3億円とのこと。70歳になっても現役で稼ぎまくっているのは圧巻ですし、生涯安泰といったところでしょうか。さすが一流芸能人は稼ぐ額も自宅もスケールが違いますね。夜明けのブルースといった代表曲で知られる演歌歌手の五木ひろし。1960年代から未だ第一線で活躍を続け、2004年には第54回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞するなど、日本を代表する演歌界の大スターである五木だが、多額の負債に苦労した過去がある。五木が抱えていた借金の総額は、推定で20億円ほどだと言われている。その原因は、彼自身ではなく、事務所の経営を任せていた親族の放漫経営にあったそうで、彼らによる多額の使い込みもあったという。しかし、すぐさま経営スタッフを入れ替え、精力的に活動を続けた五木。全国で愛されるがゆえのカラオケの印税収入などを駆使し、無事完済したそうだ。巨額が行き来する芸能界ゆえ、足をすくわれ多額の負債を抱え込むことも多いようだ。だが、そこでくじけず返り咲いた彼らの知恵と根性、精神力はまさに称賛ものと言えるだろう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。